はい、遠野絵です。それでは今日は和田明子さんについて語ってみたいと思います。この方は、あの鐘を鳴らすのはあなたっていう生涯の名称があって、この歌は私には救世主待望の歌に聞こえるんですね。 この方がデビューしたのは1960年代の最後の方で、私ももうデビューの頃から知ってますけれども、で、大成されたのは1972年にこのあの鐘を鳴らすのはあなたを歌われて、レコード大賞の最優秀歌唱賞を取られたんですよね。で、その頃、大川総裁は16歳。 で、翌年の17歳の時に、世の中に太陽がなくなったら自分がそれを想像したいという、もう、救世主としての思いに近いような詩を書かれてるんですね。で、大川総裁も、この和田彦さんの守護霊霊言を取った時の前書きで、 和田彦子さん、超大型新人の和田明子さんがデビューした頃からずっと知ってるとおっしゃってるんですね。だから私には、まあ予想ではありますけど、この、あの金を鳴らすのはあなたも必ず大川総裁聞いておられて、やっぱりそこに救世主待望の匂いを感じ取ったんじゃないかなと思ってるんですね。で、 えー、まあ、そこから本当に救世主がですね、立ち上がってきた。で、まあ、しかも霊言をですね、えー、取られるような関係です。まあ、和田一子さん、あの、自分の、お、テレビ番組の中で大川総裁のお霊言集とか結構紹介されてるんですよね。まあ、そんな、ああ、縁があってのことです。えー、あの鐘を鳴らすのはあなた。私も大好きな曲ですけど、 えー、こんな歌ですね。あなたに会えてよかった。あなたには希望の匂いがする。つまずいて 傷ついて泣き叫んでも爽やかな希望の匂いがする街は今 眠りの中あの鐘を鳴らすのはあなた人は皆悩みの中 あの鐘を鳴らすのはあなた。えー、こんな歌ですよね、えー。たくさんの人がカバーしてるし、まあ本当名曲だというふうに思います。で、えー、まあ、あ大川総裁は和田晃子さんのことをもう芸能界の大御所だとおっしゃっててですね。 ま、さっきも言ったように、デビューの頃から知ってて、でもまさか、この50年、半世紀以上もですね、こうやって活躍されるとは思わなかったとおっしゃってますね。もう芸歴50年超えてらっしゃるわけですよね。で、えー、まあ、和田一子さんの持っている、この成功の秘訣を全国民に共有してほしいと、 いうことで、まあ、この霊言集が2017年、4年ぐらい前に説かれたわけであります。まあ、収録されたわけであります。この霊言で、まず和田彦さんのその、長く活躍する秘訣のところですよね。えー、これについておっしゃってるのは、うんこの、顔だけでは勝負できないと。 顔だったら可愛い子は次から次へと現れてくると。だから顔だけで戦ってる人っていうのは長続きしないというふうなことはおっしゃってましたね。で、えー、まあ、和田彦子さんもですね、若い時はもう背が高くて、も、ま、う、あ、男みたいだって結構言われて、もうあの、こんな人絶対流行らないっていうふうに言われてたそうなんですけど、よーしと思って、だったら、 もう30年でも50年でも頑張ってやるっていう,うに思ってたそうなんですね。まあ、本当に50年活躍されてるからその時の思いが実現してるわけですけれども、まあ、そういう強い思いが終わりになったと。で、あとおっしゃってたのは、 うん、I've got to m e のおこの心意気というんですかね。あの、これはまあ英語で、要するにどんなことがあっても、芸能界の荒波でどんなことがあっても自分を失わない。その自分というものを守り続けたというふうにおっしゃってて。まあ確かに、芸能界で生き残るのは万に一つもないっていうふうにおっしゃってましたけど、まあその中で、うん、やっぱり、 その、素の持ってる魅力みたいなものを失わなかったっていうのが大きかったように感じます。まあ、そういうことで、長く生き残る秘訣をですね、いろんなところ、いろんな形で語っておられました。まあ、あの、ちょっとうまくいったときは、なぜそれがうまくいったのかをよく考えるようにしたし、それからうまくいかなかったときは、 この、それを振り返って、まあ、反省してということですよね。反省して、そして少しでも良くなろうと思うことを常に考えてたと。まあそういう努力の人であったということであります。ですからさっきの、あの金を鳴らすのはあなたっていうのも、救世主待望の歌ではありますけど、また一方では自助努力の歌でもあると思うんですね。自分でもしっかり頑張っていくという人が、自分を超えたものがあるということを知って、 そしてまあ、それを待望すると。えー、まあ、あの歌を作った人は、悪友という、う作詞家ですけど、これ、和田明子さんを拾った、ホリプロの社長のホリさんという人が、レコード大賞を取れるような、レコード大賞の歌唱、あのー、歌唱書を取れるような名曲を書いてほしいと、悪友に依頼して、それで書いてきたのがあの歌らしいですね。でその通り、見事に、 歌唱書を取ったから大したもんだと思います。で、この霊言集のこの聞き手は、千言よし子さんなんですね、えー。まあ芸能界の先輩後輩で。で、和田さんは千言さんを見て、あなたも芸能界で長く生き残れるタイプではあると思うとおっしゃってましたね。えー、その美人でツンと済ましてるんではなくて、結構この、 自分を上下させながら相手に合わそうとしてるよねっていうふうなそういう言い方されてましたね。それから、その、庶民的な話題でもちゃんと対応できるように、この、こんな言い方ですよ。浅い水たまりでも、もうバシャバシャ泳いでくれるような、お玉じゃくしになってくれるような、そういうふうなところがあるよねと。相手に合わせていけるところがあるよねと。でそういうのはみんなわかるからとおっしゃってましたね。そういう人は起用されて長く続くと。 いうふうな、まあ、秘訣をおっしゃってました。で、まあ、和田エさんって結構、こう、合法来楽系のですね、方に見えるんですけど、実は自分は結構緊張しいだと、緊張体質だとおっしゃってましたですね。で、かなり完全主義の職人気質があって、 この不完全な自分をこう我慢できないっていうふうなところがあるとおっしゃってました。意外に繊細であるということですね。で結構だから合法に見えて若い時からずっといじめられたって言ってましたね。ええ。だからまあ背が高くて男性っぽかった感じだったので、その、ー楽屋で大部屋でみんなで着替えるときに、 その先輩の女優からなんか男がいるから着替えられないみたいなこういう意地悪を言われたり、ま、そんなことがあったりですね。あるいはもうテレビの番組の中で大御所から男ですかってなんかいうふうに言われたり、ま、結構されてたのをもう私も見たことがありますから、ま、そういうとこで内心ではすごくいじめられて苦しかった時があったと。で、 ただ、それが逆にこのソウルとなって歌、歌唱の中に現れたんじゃないかというふうに言ってましたですね。和田恵さんはまあリズムブルースの女王っていうふうに言われて、まあ、アメリカではこのレイ・チャールズとかオーティス・レディングとかこういう系譜につながる歌手なんですけれども、 まあ、レイ・チャールズなんかもこう多分50年ぐらいとずーっと第一線にいた人でしたけれどもまあそういうなんかこう悲しさとか悔しさみたいなものをバネにしてそして跳ね返していくっていうこういうまあソウルフルなあ持ち味がある方ですねだから美人美人したタイプでは全然ないっていう風うに言っててまあそうでなかったのが結構長持ちした 理由かもしししれなないいいというふうなことうこはおっしゃっゃていましたでただ、あの方はやっぱ歌唱力がすごくあって、このマイクを使わずに歌うこともできるでということで結構有名なんですね。あの、確か紅白歌合戦で NHK ホールで歌の途中からマイクをこう使わずにあの生で歌ったっていう逸話の持ち主ですね。うん まあそういうふうな歌唱力。だから口パクで歌ってる歌手とはちょっと次元が違うような歌唱力をお持ちであります。で、あと、うん、やっぱり自分はこの土屋街から出てきたこの人間だとおっしゃって、土屋街からこう底辺から這い上がってきた人間だとおっしゃってて、明日の城みたいなところがあるというふうに言ってたんですね。で、 和太鼓さんが生まれたのは大阪の鶴橋っていうところでここは私も大阪生まれなんでよく知ってますけれどもまあ、焼肉屋なんかがあって結構確かにドヤ街ですね、えー、結構このバラックなんかもまああの朝鮮系の方々もたくさん住んでおられる町ですねまあ、そこから出てこられたわけで、えー まあ特に彼女が生まれた1950年の終戦直後のあたりはあの頃はそこは結構大変な、本当明日の城のような生活をされてたんじゃないかと思いますけど、お父さんは鶴橋で柔道の道場を開いておられたみたいですね。お母さんは乾物屋を営んでおられて、まあ、そこの4人兄弟の長女で、あと3人は全部弟だということで、またかなりの苦労をされたんじゃないですか。 で若い時から大阪のジャズ喫茶で歌ってて、あの、証券証券じゃない、えー、沢田健二と一緒に歌ってて、若い時から友達だったらしくて、あの、あの鐘を鳴らすのはあなたで、この、デコード大賞の最優秀歌唱賞を取った時、あの、号泣しながら、このジュリーの手を引っ張って一緒に <laughs>、あの、舞台に上がってきてですね。 えー、ジュリーが、あの、涙でもう号泣してる和田一から、あの、もらったトロフィーとかを、あの、受け取ってあげて、それで和田一が歌ったっていうふうな名場面がありましたね。まあ、そんなお方です。で、えー、ただ、やっぱり、大川総裁が期待した心の教えについてはですね、やっぱりこの、礼節がちゃんとしてないといけないということを強調されてて、 礼節をなおざりにする人というのは自分で責任を取ろうとしない人なんだということをおっしゃってましたね。だから礼節を、ま、わざとこの甘くしてるとあの人はあんな人だっていうふうなことでみんなから何やっても許されるんじゃないかという最初から言い訳を用意してると。 だけど、そこに悪魔がこの忍び込んでくるんだということをおっしゃってて、結構悟りの言葉だと思いますけど、えー、礼節が大事でなおざりにする人は長く生き残れないと。だからそういう基本動作ができていない人というのは、その芸能界に入って最初の頃みんな未熟だから仕込んでいかなきゃいけないんだけど、非常に仕込みづらいタイプになってくるので、途中から外されていきやすいと。 いうことはおっしゃってました。だからもう、もう若くてすぐ生意気なあ言動をしてると、もうそこからですね、あと干されて消えていくっていうのをたくさん見てきたと言ってましたね。えー。まあ、あと、うん、5つぐらいの心の教えを説かれてましたね。芸能界で生き残るための。えー、努力。それから、努力したけど、この天狗にならないように謙虚さ。 そして、謙虚さを下支えする感謝。それから、爽やかさですね。競争が激しい中でも、まあ、人心にギラギラ燃えていくんじゃ大制しないから、その爽やかさが必要。それから最後は、潔さ、ということをおっしゃってました。潔く変わらなければならないと。で、この辺からちょっと過去世の話に入っていくんですけど、なぜか話はですね、 この男は強くならなきゃいけないっていう話をされ始めて。で、えー、負けたら、その、どんなに正義があると思ってても、俗軍にされると。それは大変悔しいことだと。で、なんか、あの、剣で戦おうとしてるのに、大砲なんか打ち込んでくるっていうのは、これは卑怯である。みたいな言い方が出てきてですね。結局、どなたかなっていうと、その、収録をした、あの、会場にいている、 過去勢があの土方歳三の方とかあるいは近藤勇の方とかを見て、えー、知っているっていうふうな話が出てきてですね結局この方合図藩の白虎隊の中のメンバーだったんですね、えー、白虎隊っていうのはこれ合図を守ったもう13歳から17歳ぐらいの少年たちの隊でですね、うん 350人ぐらいいたんですけど、武家のお子供たちがですね、白虎隊として、まあ、あの、の街中を守ろうとしてたんですけど、どんどん官軍に攻められてきたので、もう前線にまで出ていってですね、奮戦して、まあ最後、もうこれ勝てないということが分かった段階で、えー、自陣した、腹を切った。まあ本当に自陣したのはあの20名ぐらいだと言われてますけど、あのー、その白虎隊ですかって聞いたら、 そう。で、あれは本当に悔しかったっていうふうに、えー、自陣した、しましたかっていうことで悔しかったって言ってるところから見たら、その20人の中に入っておられた可能性があると思います。まあ、こういう驚きの過去勢ですね。だから、武士だったわけですね。で、その、その前、その前の過去勢をたどると、3人ほど男性が出てきたんですね。だから、白虎隊の前は、あの、戦国時代の八須賀コ六。 秀吉の、まあ、配下にいた、八塚五六で、その、まあ、仲間だったと言ってました。槍を持って、髭を生やして槍を持ってたと。えー、それから、さらにその前は、あの、鎌倉時代の琵琶法師だったと。琵琶を弾きながら、平家物語の壇の浦の戦いなんかの歌をずっと歌って、全国を回っていたと言ってて、この辺が、 日本の芸能界の源流じゃないかとご自分でおっしゃってましたね。で、男性ばっかり出,出てくるかなと思ったら、後の方で女性が二人出てきて、この朝鮮半島で、この親日的なお姫様を守って、なぎなたで守っている、お使いしている女性だったということが分かってまいりました。で中野越の王子なんかが日本から来ていたくだらですね。 クダラのお姫様を守っている女官、まあ、だったんじゃないでしょうか。で、さらにそのもう一つ前はインドに生まれていて、インドの舞姫。なんかこう、首を動かしながらこう踊る、インドの踊りができるとおっしゃっててですね。インドには、菩薩とか、まあ、女神がこの舞姫になって出てこられることが多いと言われてるんですけど、その舞姫だったとおっしゃってました。だから、 結構芸能界の源流のところには関わってきたんだということが分かってきたわけですね。まあそんなことで、この救世主待望家でこの生涯の名称をなさった和田明子さんはですね、やっぱりこの救世主待望だけあって結構信仰心の厚い方でありました。で、自分は この自分ぐらいのこの才能でこんな50年もやれたのは明らかに自分以外の力が働いていたと思うとおっしゃってましたですね。だから自分はやっぱ神様に愛されていたとしか言いようがないとおっしゃってて、まあ、そういう人が神様に愛された人が救世主待望家を歌ったということですよね。 それから、やっぱりこう、明日の女王の精神で、こう、生い上がってくるようなソウルがあったということで、まあ、何は武士の世界を持っておられたということですね。それからもう一つは、この武士道精神と、武士道とこの芸能界を、この、結びつけるような転生をしてこられた方でありました。まあ、そんな方がですね、まあ、町は今、 孤独の中、あの鐘を鳴らすのはあなたと。人は今、悩みの中、あの鐘を鳴らすのはあなたと。まあ、町は今砂漠の中ということもありましたね。だからこれ、大川総裁が、この東京、今見えているこの現代日本も、このひとたび真理の目で見たらもう全く砂漠じゃないかっていうふうに昔説法でおっしゃったことがありましたけど、 まあその砂漠の中に救世主が現れてくることを歌った待望歌をですね、世に残していただいた和田一子さんに心から感謝を捧げて、本日のお話とさせていただきます。ありがとうございました。